皆さんこんにちは。動きのコツ研究所の西川です。今回は麻痺された側の手がうまく上げられないというような方に対してのコツのご紹介になります。皆さん手を上げようとするときどうですか？スムーズに上げられないという方多いんじゃないでしょうか。動きのコツでは手が上げられないというのは力がなくて上げられないのではなくて、どこか体の部分が感じられてないんでしたね。今日もどこが感じられたいのかご紹介していきますね。まず上げようとするときに手を上げようと思うのではなくて、肩の動きを一度注意してみましょう。手を上げるときは肩が動いてますね。肩の動きを注意しながら今回は手を上げるように練習していきましょう。